ご主人様、デリバリーの準備できました。確認お願いします。そわ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 。うず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 。もう一つ忘れ物ですよ。行ってきますな。ちゅ。照れてるご主人様も可愛いですよ。ショコラはご主人様の恋猫ですから。じゃあ気をつけて行ってきますね。へえ、ショコラちゃんって店長さんの恋猫だったんですね。あれだけ素直で可愛ければ手も出しちゃうよね。別に照れることないじゃない。猫がパートナーってのも今時珍しくもないんだしね。その反応だと最近のことなの？恋猫になったのは。店長さんがそんな照れ方するの珍しい。じゃあ紅茶おかわりするからお話聞かせてよ。ご主人、レジ計終わった。チェックして。じー。怒ってない。そう見えるのはご主人に心当たりがあるから。ご主人は私を何だと思ってるの？ショコラじゃないんだから。強いて言えば、さっきご主人が鼻の下伸ばしてたのが微妙。ビヨーンって。ショコラがデリバリー行ってるちょっとの間に油断ならない。一回寝たくらいで猫の全部を手に入れた気になってるとか。まさか、ご主人がエッジパティシエだとは思わなかった。うん。そもそも私たちという猫がいるのにデレデレと。そのやっつけ感に誠意を感じない、フカ。怒ってない。私はいつでも冷静な猫ってしぐれも言ってた。私を差し置いて、ショコラとイチャイチャな上に。ショコラを持って遊んでるのが気に入らないだけ。うん。
嫉妬じゃない。正当な意見だと私はアピール。その面倒であしらってる感がまた。何？変態。変態、スケベ、エッジパティシエ。お任せあれ。私？何かエッチな手伝いを強要される予感。ついにワンランク上の猫に。でも、なんで私だけ？エロ目的？ちょっと気に入ってた。反省はしてない。ショコラは多分ノリで作っちゃうもんね。納得。よし、来た。教えてもらってあげる。よろしくお願いします、ご主人先生。ペコリ。ご主人、固め、濃いめ、油増し増しね。やったら流行るかもしれない。ナイスアイディア。はーい、なんとなく頑張る。脳ある猫はぐうたらなのだよ、ご主人先生。というか、しぐれにも物覚えいいって言われてた。えへん。別にわざわざそんなことも話さないしね。ご主人も他人に突っ込まないタイプだし。私はそういうご主人の距離感嫌いじゃない。猫らしく自由にのんびりマイペースでいられるし。
干渉？なるほど。口説き文句。近づきたい？今近いけど。ご主人。こういう真面目な空気は苦手。ご主人だってこんな硬いのとか苦手なくせに。私まで手ごめにしようとしてる。うん、わかってる。冗談。ご主人の気持ち、ちゃんと伝わったから大丈夫。あれ？この匂い。なんか、すごく甘い匂い。すごく濃ゆい甘い匂い。これ、頭がとろーんってして、ふにゃーって。こっちの方からもっと、ご主人。
では私は通常業務に戻ります。猫パラ。ありがとうございました。ご主人様、ゴロゴロしてください。ゴロゴロ。今はお客さんいないから大丈夫ですよ。ちょっとでいいんです。わーい、ゴロ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 。よし、充電バッチリ完了です。じゃあショコラはゴミ捨て行ってきますね。じー、ご主人の顔の緩み具合を計測中。ピピピ。判定。ダルダルド、ブルドッグ。見てない。私は真面目に仕事してた。見てない。ご主人は自意識過剰だと思う。変態。ピタ。主人、なんで私に背中を押し付けてるの？私が？ご主人に？私、ゴミ捨て行ってくるので、失礼。お店のお掃除終わりました。いつもながら完璧な掃除ぶりに我ながら惚れ惚れしちゃいます。なのでショコラはなでなでして褒めてほしいです。テーブルの上まだ拭いてないけど。にゃー、すぐに行ってきます。飛ぶがごとく。にゃー。
それがショコラのいいところ。大丈夫？何が？特に何も。オールグリーン。了解、任せといて。主人、ふんふん、ふんふん、にゃーん、さっきよりもなんか濃い、スリスリ。私はいつでもクレバーだって、しぐれが。あ、違う、今のはフレーメン反応。フレーメンを超えるフレーメン、それが超フレーメン。違う、不意して私は発情期にあらず、その恥ずかしいことを。どうしたの？そんな顔して。バニラ？やあ！ショコラ！ほっ、くらおくら、やあ！ショコラ！にゃあ！ショコラ！何を、やあ！にゃあ、バニラのかわいい声。食べショコラ。にゃにゃ、うわ。全然体に力入ってないにゃ。バニラ。かわいい。こんなトローンとしたかわいい顔、見たことないにゃん。大丈夫ですよ、ご主人様。だって、バニラも発情期なんだもんね。違う。別に、私は。猫同士でごまかせるわけないでしょ？ほら、体中からこんなに甘い匂いさせて。ショコラ。それに、バニラとはずっと一緒にいるんだから。バニラだってショコラのこと、わかったんでしょ？ショコラ。
ショコラとご主人様がラブラブしてるの見て、バニラも欲しくなっちゃったんでしょ？違う。別にそんなことじゃなくて。そんな風にごまかしてもダメって言ったばっかりでしょ？あ、ショコラ！いや、ショコラ！いや、ショコラ！すました顔してこんなに？ダメ、指動かしちゃ。いつからこんなにしてたの？こんなにしたままで、すまし顔でお店に立ってたのかにゃん？そんなことに、いやー本当に、もう、いや、バニラが嘘つくからでしょ？本当のこと言わないとやめてあげないんだから。本当のことって、ご主人。ご主人様に助けを求めちゃダメ。ほら、素直に言わないとバニラも辛いでしょ？素直になれたらショコラとご主人様で可愛がってあげるのに。ショコラとご主人が…ご主人が変なこと言うから私のこともっと知りたいってそういう変なこと言うから。バニラってばかわいいにゃー。ご主人様にそんなこと言われてその気になっちゃったんだ。そんなのショコラだって。うん、一緒だね。だからバニラのことよくわかるよ。ショコラ。ご主人様はどうですか？バニラが発情しちゃってるのを見てどうですかってことですよ。ご主人。ショコラも一緒で、相手がご主人なら、その、そういうことも、嫌じゃない。ご主人は、私なんかでも、いいの？私は、ショコラみたいに可愛くないし、出たね。じゃあ、私の面倒もちゃんと見てほしい。
主人様。ショコラ、ご主人。ご主人様。写真ショコラゴヨゴヨゴヨ、主人様、バニラ。ご主人様と、バニラとショコラ。みんな大好きで、ずっと一緒ですね。にゃんわんにゃんわん。にゃん。ずっと一緒。ショコラと、ご主人と私で、やんやん。ご主人様、ショコラも幸せです。ああ、ご主人、バニラも今が幸せ。発情期で体調崩す、ですか？そんなことはないと思いますけれども。現に家の猫たちは元気にやっております。多少は運動などで発散はさせていますけども。しぐれが、ご主人を説得するには、そう言えばいいって。ああ、そう言えば、そんなこと言ってたね。そんなことより、兄様。今日も、この妹めに愛のささやきを。痛い、痛いです、兄様。そういう愛も嫌いじゃないですが。
兄様の愛情表現はたまに激しすぎですね。ぽっ。では次は兄弟の熱烈な口づけを。ちゃんと飴あっての無知なのですよ。こんな可愛い妹の誘いをいつもいつも無限にするなんて。ショコラ、バニラと恋猫になってから少し冷たいのではありませんか？でも、ショコラもバニラも幸せそうでよかったです。兄様のところに来ることで鈴も持てましたし、それに、ちゃんと心の方も成長しているようですしね。ちょっと前までは、あんな風に身だしなみを気にしたりもしなかったのですが、兄様も現状悪くは思っていないのでしょう？まあ、素直でないこと。ショコラとバニラを受け入れてもらえないのであれば、しぐれが体を張るところでした。妹である前に、私も女ですから、兄様の寵愛を受け入れることなど、それはたやすきことです。やん！いつまでも子供扱いして。しぐれは本気ですからね。兄様のためでしたら何でもするのですから。もう兄様、くしゃくしゃしちゃダメですってば。でも、兄様の雰囲気がとても優しくなりました。やはり、家を出てよかったのでしょうね。しぐれは少しだけ寂しく思いますが。はい、ありがとうございます、兄様。ご主人様、お仕事の準備バッチリできました。戦闘準備完璧、寝癖一つなし。いえいえ、朝から押しかけてしまったのは私の方ですから、今日も一日頑張ってくださいね、兄様。ショコラも行ってきます。また後でね、しぐれちゃん。私も労働してくる。しぐれ、また後で。はーい、行ってらっしゃいませ。
これでいろいろと丸く収まったかな。それにしてもショコラとバニラが兄様の恋猫か。娘に思い人を取られてしまった気分ね。私も叶わない思いなど諦めて、そろそろ兄離れをしないといけないのかもね。よし。じゃあまずは兄様のお洗濯物でも片付けてあげることにしましょうか。猫パラ。ゴミの用途はよく言ったものだと思うね、ご主人。どうしたんですか、そんな青い顔して。顔がさつまいもみたいな色してる。あれ、いつもならさつまいもは青くねえよとか突っ込んでくれるのに。今のご主人はノリが悪い。一言で言うと、寒い。気持ちいいじゃないですか。猫は高いところに登ると比例してテンション上がる。まさに今の私たちのテンションは地上107メートル。3, 2, 1, バイバイ。
調な上下がものすごい癖になる。ご主人様、どうしたんですか？まさかこの速度でも怖いとか。マックスになると動けなくなる。あと猫として大事な尊厳とか他にもいろいろなものが漏れそう。私は最後まで勇敢な猫であったとしぐれに、うん、次あれ、次あの回るやつ乗りましょう。にゃーにゃー、あのすごい速いのもいい、落ちるのももう一回。ご主人様、せっかくのデートなのに情けないですよ。そうだそうだ、せっかくお店休みにして遊びに来たのに。もうしょうがないですにゃ。でもショコラは理解のある子猫なので許してあげます。別に私はショコラだけでもいいけど、ご主人を待ってあげる。もうバニラは素直じゃないんだから。今朝だって一緒に一生懸命おめかししてたくせに、くぬくぬ。違う、新しい服初めてだから、ちょっとだけ着るのに苦労しただけ。主人様が遊園地に連れて行ってくれるって言ったら、しぐれちゃんがプレゼントしてくれたのです。これ私もすごくお気に入りだから、褒めてもらえるとちょっとだけ嬉しい。主人様にも可愛いって言ってもらえて嬉しいにゃね。バニラ、バニラも嬉しいんでしょ。まあそれなりには。にゃあ、照れちゃってほっぺツンツン。でも、お店忙しいのにお休みなんて、いいんですか？ご主人、最近疲れてると思うけど。いや、ご主人様、わしゃわしゃしちゃダメですってば。にゃ、せっかくセットしたのにボーバーちゃう。はぁ、ママ見て、百鬼島の猫ちゃんだ、かわいい。ねえねえお兄さん、写真撮ってもいいですか？すみ
みません、うちの娘が大変失礼を。こらダメでしょ、この猫ちゃんたちは遊園地の猫ちゃんじゃないのよ。いいよ、写真撮ろう、せっかくだし一緒に撮ろっか。あ、でもさっきご主人にくしゃくしゃされたからちょっと鏡タイム。え、いいんですか。でも可愛いって言ってくれたし、写真くらい何でもないです。しぐれにも記念写メ送らないと。ご主人も携帯で撮って。はい、そういうことでしたら、お言葉に甘えさせていただいて。はーい、ありがとう猫ちゃんたち。じゃあママの電話貸して、いっぱい取ってもらう。ほら、もっとこっち寄らないと一緒に映らないよ。おいでおいで。じゃあ私は抱っこサービスしてあげちゃう。猫は意外に力持ち。お、いいねいいね。じゃあどんどん取っちゃおう。はい、チーズ。じゃあ次は私が撮ってあげちゃうね。マスコミ系超連写。ご主人もちゃんと撮って、今日のメモリー。そうですよ。今日はショコラたちにとって記念すべき日なんですから。うわぁ、なんかすごい適当感。撮るときにもっと愛情込めてほしいです。そういうやっつけよくない。めちゃよくない。被写体の気持ちを考えないと、いい写真は撮れないと聞き及ぶ。もう、ご主人様、もっと愛が欲しいのです。ご主人は女心が全く分かってない。私たちは誠に遺憾。猫ちゃんたちの拗ねた顔もかわいい。うにゃ、こんなところ撮っちゃダメにゃってば。なんという油断、猫肖像権に定職にゃ。かわいいから大丈夫だよ。ほら、チーズチーズ。だから今はダメにゃって言ってるのに。必殺猫スマイル。ニパー。かわいい。目線こっちで。大事なデートの時間をお邪魔しちゃってすみません。どうもありがとうございました。では。バイバイ猫ちゃんたち。ありがとう。楽しかったにゃ。多少の恥ずかしめも受けたけど、まあ結果オーライ。小さな子ってやっぱり可愛いよね。子供の無邪気さには猫でも勝てない。ニヤニヤしてないで次行きましょう。次ー。
超ニマニマしてた。なんていうか、エビス顔。エロっぽい感じでもあった気もする。そんな照れなくてもいいんじゃないですか。ご主人がエロいことなんて知ってるし。そうですにゃ、否定はできないですにゃ。ペットは主人に似るって言うから、仕方ないね。似た者同士でいいんじゃないですか。じゃあ次はちょっとゆったりしたのにしましょうか。まだまだお昼過ぎ、時間もあることだしね。今日は疲れたなんて言わせない。にゃーん、ご主人様頼もしい。強気なご主人だにゃー。レッツゴーゴの毛並みと一緒、超可愛い。本当にぬいぐるみと同じ。そこら感動です。あっちにはジンベイ、ジンベイサメがいるよ。すっごい大きい。いっぱいお魚釣れてる。ジンベイ超でっかい。こんなでっかい生き物見たことない。下についてるのはきっと社員たち。でも、ご主人が買ってくれたぬいぐるみには社員がいない。ご主人様、あの魚、あれはなんて言うんですか？デバスズメダイ！デバスズメダイだって、バニラ！デバスズメダイ。思い出に覚えた。完璧。遊園地も水族館も、初めて来れたから楽しいです。すっごくすっごくすっごく楽しいです、ご主人様。私も超嬉しい。そうは見えないかもしれないけど、猫背でかなり上位に入るはしゃぎっぷり。ご主人の株が今朝から青天井。超感謝してる。はい、あの時一生懸命に頑張ってよかったです。お店も手伝えて、遊びにも来れて、鈴最高、超最高。
り。おとろいっぱい。よだれ出てくる、よだれ。ちゅるり。楽しかったにゃー。こういう落ち着いたのもデートっぽくていいですにゃ。水族館超最高だった。海に帰りたくなる。ご主人様、ちょっとトイレ行ってきていいですか？あ、じゃあ私も一緒に行く。はーい、お願いします。ご主人、お願い。ぬいぐるみ好きなんですか？両手、シロイルカとジンベエザメ持ってるから。ああ、すみません。見てましたから。猫ちゃんたちがぬいぐるみ好きなんですかって。勘違いさせちゃってすみません。すっごく可愛い猫ちゃんたちでしたね。恋猫ちゃんですか？照れなくてもいいじゃないですか。あんなに懐いてて、ちゃんと鈴も取らせてあげて。立派な飼い主さん。いえ、素敵な彼氏さんですね。大丈夫ですよ、心配しなくても。あんなに慕われてるんですから、もっと自信持っていいと思いますよ。実は、私も家で猫飼ってるんです。これがまた全然言うこと聞かないんですけどね。だから親近感が湧いて思わず声かけちゃいました。本当は来園者に一つなんですけど、サービスで風船2個あげちゃいますね。ぜひ猫ちゃんたちにあげてください。はい、喜ばせてあげてください。じゃあ私はこれで失礼しますね。人は浮気はオスの本能だって開き直るらしい。最低だね。バニラ、悲しい。ショコラは悲しいよ。
コラにはバニラがついてるから泣かないの。よしよし。帰ったらご主人のパンツに練りわさびと練りからし塗っておくね。でもそれでご主人様の男の子が立たなくなっちゃったらショコラも困るし。でも浮気は恋猫として厳罰を持って怒らないと。都合のいい猫になっちゃダメってテレビでやってた。ショコラにはそんなことできないよ。所詮ショコラは都合のいい猫がお似合いにゃのね。猫パラ